まあ、マティス、まあ、ちょっと暗い人だったんじゃないかなと思いますねという、まあ、変わった人ではあったと思います。あの、まあ、北フランス生まれが北フランスの暗い寒いエリア の、うん、あの地域の生まれなので、そのもうメンタル的にはそういう暗いマインドを持っていた人なんじゃないかなと思います。で、まあ、他の多くのアーティストと同じように南フランス、うん、暖かい方に興味を持って最終的にはそっちに引っ越して、そして暗いといっても大体作品は暗くないんですよね。そう、そうなんですよね、うんうん、そう思いますね。非常にとても明るいですよね、うん、最初期とあの、まあ、北フランス時代とあるいはパリ時代っていうのはあの非常に暗い絵の具を、うん、色の絵の具を使って描いてると思いますけれども、やはりフォービスムですね、1905年のフォーブあの時代以降は、うん、非常に明るい色使いになって、うん、まあ、それ以降はあの比較的明るい画面が、ね、多く、でもみんな見て明るくなったと、みんな明るくなりますよねこれは大きいですね。大きいですね。紙を切って形を作ってコラージュするかな。そうですね、基本的にはそういうものです。で、ただこれも実はあの切り紙を使って作られたんですけれども、うん、あの本当はあのセラミックの作品にしようとしていたんですよね。これも注文されたんですよ、ロサンゼルスの、まあ、お金持ちから、こううちのパティオ中庭に飾るセラミックを作ってほしいと言われて、作ったものなんですね。で、結局、まあ、いくつか似たような、似たようなというか、まあ、類似する作品をデザイン案というかコンポジションのアイディアとして4つ作ったんです。そのうちの1つがこの作品、ニースにある。これはで、その4つのうち採用されたの、1つがニース、1つがワシントン、1つがロサンゼルス、1つがストックホルムにあるんですけども、結局、ロサンゼルス にある、ものが採用されて、それだけがセラミックになりました。なるほど。残りの3つはなので切り紙絵のままセラミックにはならなかった。